はい、今回は宮崎・日南市のまあ、揺れのまな、あ、でですね、えー、その件が一つ、あと南海トラフのからくりっていうのが一つ、8月11日に、えー、気をつけた方がいいっていうことを一つ、えー、この3つの内容をですね、いろんな角度から考えてお伝えしていこうと思います。今回もよろしくお願いいたします。えー、少し前にこのね、えー、まあ、宮崎の件、あるいは南海トラフの件、触れたんですが、 まあ、リスナー様からいろんなコメントをだきまして、まあ、僕も気になることがありましたのでいろいろ調べましたで僕にまあ分かる限りの話ということで今回お伝えしていこうと思いますで本当のことを隠しているので、えー、分かりませんしかし調べてみるとおそらくこういったことなんじゃないかと、まあ、こういったことを隠しているんじゃないかと、まあ、そういった憶測推測があまあつくんですね でこの宮崎の日南市のこの揺れなんですが、これが自然発生したのか、意図的なのかというと、意見が分かれるんですが、僕はこれは意図的であると思います、そう思う根拠があります。あとですね、この南海トラフについても、ですね、本来であれば、まあ、起きることはまあ考えづらいものなんですが、こういったものを、ね、騒ぐマスコミの,この誘導ですね。 でこれらの件はあの全体的にですね目的がありまして憲法改正緊急事態条項をまあ導入するまあ、そういった目的のためにこれらのことを仕組んでいる可能性っていうのが8月11日にまた何か揺れか何かを仕掛けてくる可能性っていうのが一部、意見となって出てますので、まあ、そこら辺のことをいろんな角度からですね考えていこうと思います。 まず、この宮崎の日南市の揺れに関してですが、自然発生的なものなのか、意図的なものなのか、まあ、そのどちらなのかっていって考えが分かれるんですが、僕は意図的なものであると思います。そしてそう思う根拠があります。この宮崎日南市でね、震度6っていうものがあったということなんですが、長崎市の市長がですね、この原爆追悼の日にイスラエルを呼ばなかったっていう、この政治的なことが関係している。そういうふうに考えられるんですね。 イスラエルというのは日本の原発を管理していますで、この長崎の市長というのは、多分相当頑張っている方だと思うんですね、この外国に対してのこの外圧といいますか、そういったものに対して。で、まあ、この,、ね、その長崎市の市長がイスラエルを原爆追悼の日に呼ばなかったということで、そこから、ねまあ、G7、日本以外の G7 の大使が一斉に欠席したっていう、まあ、イスラエルを、ね、呼ばなかったということで。 でこれっていうのは長崎市の市長のしてることが正しいんですよ。ただし、そういったことに、えー、まあ、なんていうのかな、あまあ、なんと表現していいのかわからない、腹を立てたと言いましょうか、そういったことからやった可能性っていうのがあるんですね。で そう思ってる方っていうのは他にもいらっしゃるんですよ。この長崎市の市長がですね、平和記念式典にイスラエルを招待しなかったから、だから意図的にこの揺れを起こしたんじゃないかと。で、その例えば原子力発電所、原発の管理をイスラエルがしてるっていうこともあり,ありますし、その世界的なことから何をされるかわからないっていう、まあ、そういったね懸念があるんですよ。で、今回のこの揺れですよね、この、この宮崎のこの件もそう。 宮崎のこの日南市の県から始まってこの南海トラフを、ね、誘導するっていうのはこれは何かっていう話なんですがこれはね憲法改正を意図的に狙ってるんですよ今回の県をね騒いでさらに南海トラフがどうのこうのと騒いで緊急事態条項憲法改正それをまあしようとしてると、まあ、自民自民公明維新国民民主ですがでもしもですね えー、あの緊急事態条項が通るようなことがあったら、あねえー、もうすべてその内閣、あるいは内閣の強い権限で物事を決められるんですよ、例えば緊急事態なのでね、えー、緊急事態条項を発動しますという、そういったことでね、えー、こうなんていうのかなあー、すべて物事が通るんですよ、そちらの方向に、えーまあえー、向かう、向かわせようとしてると、そういったことが考えられます。 でえここら辺はまあちょっと難しい話になるんですが、この長崎の原爆追悼式典にイスラエルを呼ばなかったっていうことから、創、ま、始、あ、国、米が、まあ、米とイスラエルっていうのはいろいろあるんで、まあ、そこら辺についてはちょっと難しいところもあるので、分かりかねるところもあるので、触れませんが、この宮崎ってところがなぜ揺れたのかっていう話なんですが、本当はこの長崎を揺らそうとした可能性があるんですが、えー、揺らすことができないんですよね。 揺らすことができるのは日本国内における米軍基地の周辺なんで、宮崎にありますよね、米軍基地が。だからやったんじゃないかっていう話なんですね。意図的なこの、まあ、揺れっていうのは、この米軍基地の,この関与が関係あるということです。まあ、そこから何か、まあ、してる疑いがあるんですが、米軍基地というのは治外法権で入れません。日本というのは何もできませんので、そういったことをされてもどうにもならないって、そのおかしさがあるんですね。 でえー、今度、この南海トラフをこう、ねえー、誘導といいますか、そういったものをする、うまあ煽る、そのためには先ほどの憲法改正、緊急事態条項が本当の目的、えー、日本をです、ね、有事に、えーまあ、巻き込む、引きずり込む、そういったものが、あこ,のこれらの一連の騒ぎに、えー、含まれている裏にはそういった目的があると思います。で、リスナー様も思ってらっしゃると思いますが、このマスコミのですね煽りですね、あ、えー、りがおかしいんですね。 えー、まあその揺れがあった後に、えー、南海トラフがあるっていうようなことを言ってね、えー、ひたすらこう煽るわけですよだけどそんなことはあるかどうかっていうのも実際はわからないしかしこのね、えー、今回のこの宮崎の件からさらに南海トラフを煽る煽る煽るっていうことじゃないですかこれに関しておかしいと思っている人っていうのは多数いるんですよ僕もそう思ってますで これっていうのは別に僕は専門家ではないからあまりこういうのはちょっとどうかなと思うんですが南海トラフっていうのは普通にしてると起きないんじゃないかっていうことが言われてるんですよ。僕もそう思います。あるいはですね、起こるとしても数十年後、今ではない時に起こるんですね。で、これがね、ちょっと難しいしあんまり触れづらいんですが まあ皆さんも聞いたことあるかなと思うんですがこのプレート説って聞いたことありますか揺れに関してこのプレート説とかプレート、えー、テクトニックス論とかっていうんですがこれがですねおかしいっていうことを最近言われているんですよ別に僕が言ってるわけじゃないですよこういった論があるんですよこのプレートの論っていうのはで日本っていうのは、まあ、地震大国ですので様々な揺れがある。 でその揺れに、えー、見せかけてですね意図的に、えー、そういったものをしてるそういったこともあるで当然ですがこういったことってのは分かってるんですよ日本の各機関気象庁も認めてますからね気象庁もその意図的な揺れがあることを認めてるんですよただその日本政府あるいは日本の各省庁の上にある宗主国米がやるんでこれどうにもできないっていうそういった事態に陥ってるんですよでこの何て言うのかな 南海トラフっていうのをずっとですね、えー、ひたすらこうもうなんていうのかなあ煽ってるわけですよ今に始まったことではなくでそれは何でかっていうと常日頃からこういうことを定期的に煽ることによって南海トラフがもし起きても人々は疑問を持たないんですねああ日本っていうのはその、ね、揺れがある国だからそういったものはあるんじゃないかっていうことで、えー、話がスムーズにいくんですが実はそういったことをスムーズに生かせるために常日頃からそういう煽りを入れてると取れます。 で、えー、このですね意図的な揺れに関しては正直難しいところがあるので、えーまあ、意図的な揺れを起こすことは可能ですしそういったものをやっているその例えばその、ね、米軍であるとかあるいはそのおまお、あ、そらく多分米軍に関係して大企業とかだと思いますがそういったところにあの何かしらの力影響力が、ね、及んでやってるんだと思うんですがまあ、それに関してはちょっとわからないところもあるので、えー、触れません。 ただしこのいろいろ南海トラフに関してもおかしいところがあるということは分かっている。で、今回、ですね、これは必ずこの意図的な疑いを持ったときに多くの人が関心を持つんですが地球号という船があるんですね。この地球号という船はこれどこにいたのか今回。で、今回よくわからないんですがこの地球号というこの掘削船というものがですね、いろんなところに深く掘っていてそこで多分何か再興している可能性があるんですよ。 だからこの大きな揺れがあったその周辺にはこの地球号がおりでその後に揺れるっていうこれが一つのパターンなんですねこれが意図的にやってるパターンなんですよだから大きく揺れる意図的なもののその周辺にはこの地球号っていう船があるんですよ多分有名なんで皆さんご存知だと思いますがで、えーまあ、今回はこれはどうなったのかわからないっていうことですでちょっと話を遡りますが 南海トラフだ、南海トラフだって言ってるんですが、このプレート説に疑問が出てる以上ですね、えー、どのようにして起こすのかっていうのがわからないんですよ、起きるのかっていうか、起こすのかっていうかね。で、これは SNS で投稿した人がいて、あそうなのかなと僕は思ったんですが、このプレート説っていうのは、実はもうデタラめであることが分かってると、なぜかっていうと、プレートを確認したことがないっていうことなんですね。 地下断層っていうのは、あ,あの、あるっていうことは分かってるんですが、プレートがあるかどうかっていうのは分からない。プレートを確認したことが、プレートを確認したことはない。で、このプレートをテクトニクス論っていうものは、これデタらめである可能性があるっていうことなんで、となると何が分かるのかっていうと、南海トラフっていうのはね、自然発生しないんですよ。意図的にやるんですよね。米とか、まあその米の息のかかってる大企業とか。 でえー、それがバレないよよ。うにつ常日頃からずっっと言ってるわけですよ例えばですね、えー、こう人々にそういったものを刷り込んでいくわけですね、えー、し首都直下型が起きるとかね、えー、南海トラフが起きるとか、そういうことを常日頃から言うと、実際にですね、あのリスナー様はそう思ってないでしょうし、僕もそう思ってない,ないんですがあ、僕たちはそういうことを思わないんですが、そう思う人っていうのがいるんですよ。プルプル怖い。プルプル 南海トラフが来るかもしれないプルプルとかって大騒ぎしてるじゃないですかわけわかんないですからねだからそれが完全にもうマスコミっていうかマスゴミの狙いなんですよでこの今回の宮崎の検討そこからですね南海トラフに向かっていこうとしてる可能性があるその裏の目的っていうのは憲法改正緊急事態条項を入れるそういった可能性がある しかしですね、この先ほど話した話で、これもちょっと難しいんですが、誰がどうやってやってるのかっていうのは分かりませんが、その意図的にですね、揺れを起こす日本国内にいるものですね、まあ、米軍、まあ、米、まあ、D の S といいましょうか、それっていうのはですね、最近、あのかなりちょっと弱体化してるっていうことが分かってるんですよ。別にこの話をしたからといって、だからといってね、日本が良くなるとか、そんな単純な話ではないんですよ。 なぜかっていうと、D の S っていうのは、あそのまあアメリカの裏にもいるんですけど、まあ、日本の裏にいたりね、えー、このもの,の資金源は何かっていうと、有事なんですよ。有事を繰り返すことによって資金を増やしたりしてるんですが、ここ最近ですね、この有事にうまくいっておらず、資金源を資金を増やすところか、資金をすり減らして、資金が枯渇してるんですね。 だからおそらく、このね、何かしらの揺れをしようとしても、まあ、その資金の問題であったり、何かうまくいかないことであったり、あの金銭的に枯渇している可能性があるんで、だから、例えばですね、日本でなかなか揺れをうまく起こすことができないと、意図的にね、うん、でじゃあいいじゃないかと、そうじゃないんですよ。今度、その D の S っていうのは別の有事を画策してるんですね、日本を巻き込んで、そのために憲法改正を急ごうとしてるとも取れるんで、この D の S っていうのは日本の宗主国です。 要するに、アメリカの裏側に回っていて、さまざまな政治的コントロールをする者たちですので、この者たちの思惑がどうしても働くんですよ。まあ、国民が気づいて、それにノーと言っ,てあの言っていけば話は変わっていくんですが、日本国民はそういうことをね、なかなか気がつかなかったり、まあ、そういった話を真面目にすると笑う人がいるんでね、笑い事でもなんでもないですから、こ意図的にこういったことを仕掛けて揺れが出て、会見しようとしている、大きな問題なんですよ、国民にとってね。うん。 で、このままいくとどうなるのかっていう話なんですよね。揺れがありました、そして混乱する状態になっています、実際になってるじゃないですか、そのちょっと前にお伝えしましたが、スーパーで米が、ね、売り切れたりとかあるじゃないですか、もう完全に混乱してるんですよ。 で、今の現憲法で、別に緊急事態なんていうのは対処できるんですが、国民が混乱することによって、ですね、その国民の混乱を利用して、まあ、自民党、岸田がですね、緊急事態であるから緊急事態条項を通さないといけない、憲法を改正しないといけない、そういったことを言って、どん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 話を進めようとしていると。 だから国民のこの混乱ですね、まあ、まあ、ショック・ドクトリンっていうんですが、ショック・ドクトリンを利用して憲法改正に進もうとしている、だからこれに踊らされてはいけないんですよ、僕たち国民はこういったものに踊ってはいけないし、踊らされてはいけないんですね。 で本当かどうかわかりませんが、実は岸田は海外に今行ってるんじゃないかっていう話があって、これはなんでかっていうと、日本でもしかしたら、また何かあるかもしれないから、それに備えて岸田は海外に一時的に避難してる可能性があるということで、じゃあ、この宮崎の件ではなく、何があるのかっていうと、どこで何があるのかわかりませんが、可能性として考えられるのは、ね、2024年8月11日、あとですね、2日後ですね、今日の2日後。 でこの8月11日っていうこの11がですね、えー、この揺れとかに関係してるんですよ。なんとか11って、多分皆さん分かると思うんですが、なんとか11、あるいはですね、数字を足して、えー、ね例えば6と6と6を足して18になるとか、でこういったものをその仕掛けてる者たちっていうのは、自分たちがやったっていう示唆してるんですよ。でこういったものを真剣に話して笑う人がいるんですが、何も笑い事でもないんですよ。僕だって全く笑ってないじゃないですか。 だからこういったものをやるものがこの日本にいるんですよ。日本にと言いますか世界にいるんですよね。政治的なものであったり、自分たちのこの思惑の通りに、このね、ことを運ぼうとしたり。で、この2024年8月11日20、2024811っていうのは、これ数字をすべて足すとですね、 2+0+2+4+8+1+1 でこれ18になるんですよ。18の666が出るんですね。プラス202481ってことで最後が11じゃないですかあ。だからこれ気をつけた方がいいんですよ。あのまあ前もお話ししましたが水を用意して塩を用意してね、えー、あの、まあ、アパートとかマンションとか家のね、上の方にあるものがね、えー、落ちてこないように、そういったものに気をつける必要があると思います。 だ今回はどういうことかというと、宮崎の揺れをですね、この長崎市長の,その、ね、外国の,、まあその情勢の件で意図的にやってで、今度はそこからですね、南海トラフに誘導しようとしていると、まあ、南海トラフが実際起こるかどうかは別ですが、南海トラフに誘導するその過程において、憲法改正改憲、改憲、緊急事態条項を入れようとしていると、まあ、そういったことが考えられます。 でそれをやってるのは日本の創始国、まあ、米、米軍、あるいはその D の S、そういったもので、今日本国民は何を求められているのかというと、憲法改正を何としても阻止しないといけない。日本国民でこれを止めないといけません。これが止められなかったら本当に大変なことになります。あの有事になります。9条がなくなって、基本的人権がなくなって、緊急事態条項が入って、徴兵制が入るんで、日本が有事になります。 僕もリスナー様も、で他の日本国民もそんな誘致なのを望んでいないんですね。しかし、自民党と宗主,主国がそういったことをしようとしていると、この今、状況に気がつくことが何より大切だと思いますので、今回ですね、この宮崎の日南市の揺れですね、この揺れ、意図的か自然発生したものなのか、僕は意図的だと思います。でこの南海トラフの構造からくり、あるいは8月11日に気をつける。 まあそういった件についてお伝えいたしました。まあちょっとこの話っていうのはですね、難しいところがいろいろありまして、全体像がつかみづらいところがあるんですが、おそらく僕がお伝えしたことが多分合っていると思います。いろいろ調べて、いろいろ考えて、僕に分かることをお話しいたしましたおあの、お話しいたしましたので、今回はここで終わります。最後まで聞いていただきまして、ありがとうございました。失礼いたします。